こんばんは。暑いです、暑いです、よいしょ。 31.3 度もある部屋が、ありがとう。30度の室内よりお送りしています。みきやくん花火ありがとうございます。ヤスルパンさん花火ありがとうございます。ミキヤくんも花火をありがとうございます。こんばんは。ヤスベさん花火ありがとうございます。花火久しぶりのレッスンどうでしたかって、どうでもどうもこうもないですよ確かに栗まんじゅう先輩、レッスンはレッスンでした。今日はあんま歩いてないかな、コンビニぐらい。どこ行ったんだろう、残りの2人。1個しかない。こんばんは。あ、そうだ、あれだ、下北があるからのけたんだった。こんばんは。ハンチウサギはいないですね、飾ってないです。パンチュパンチウサギ、こんばんは。もう一匹いた、でも下北あるけん閉まったんですよ。うどむさん花火
ありがとうございます。まああるんですけどね、近くに。これでしょ、あるんですけども。こんばんは。元々通り。6周年本見た。早いんだよ。私ですらまだ見てないよ。早い。自分が見てないけんな。感想言われてもわからんな。まだ見てないや。もらってないですね、まだ。Dライダーさん、花火ありがとうございます。明日発売。今日フラゲ、フラゲ日。こんばんは。今日が発売日。こんばんは。うどめさん、花火ギフトありがとうございます。花火ギフト、だいぶ部屋が涼しくなってきた。扇風機。扇風機が効いてきました。うどむさん、花火ありがとうございます。来週最終回ね。ドラマもう終わりぐらいだよね、ちょうど。夏のシーズンのドラマ、どのドラマもそろそろ最終回。いや、クーラーもつけてるよ、さすがにね。扇風機とクーラー二刀流です。早く涼しくなるから。さっき帰ってきて、二刀流です。両方。こんばんは。二刀流。こんばんは。10時になりました。ドラマね、ドラマ3つぐらいしか見てない今シーズン。テレビ見てない？
音すごい嘘。静かな扇風機なんだけどね、一応縦型の。まあ口の中の音も拾うぐらいじゃけん、マイクの性能がいいんだろうね。こんばんは。生活してて気にならないレベルの音。昨日テレビつけたらクラコンやってて、広島日曜日に再放送もやってるんだと思って、普通にテレビでクラコンやってて、1時半ごろクラコンやってるって思った。栗まんじゅう先輩かわいいでしょ。そう、1時半ごろにやってて、え、広島2回あんじゃんと思って、じゃあ日曜と会合。前髪が伸びた、目にかかりそう、もうちょっとで。え、結構切ってるよ。週2、3回前髪は切ってるんです。めっちゃ伸びる、早いから。いつもだったら切るけど、今日はもう長めもいいやと思って、長め、眉下になってるけど切らない。伸びーる。坂道 FC さん、たまやギフトありがとうございます。たまや、たまや。今回のクラコン神回、今回って次？運動の効果。明日も広島だったら明日火曜日、広島ヒロテレ TSS。 今夜のラインナップは、明日のクラコンは神回ですよ。私がいるんでね。びっくりドンキーのオレンジジュース美味しい。なんかつぶつぶ入ってるよね。美味しいよね。本格的な感じの。つぶつぶ入ってるんよ。サンドランド、何それ、サンドランド。こんばんは。その映画か、私も見に行こうとした、それ行ってないんだけど、見る候補に挙げてたけど、予告見てなんか面白いかな、分かるかなと思ってやめたんだよね。なんかよく分からんくて、予告見て、なんでもいいけん映画見たくて
ほぼ絵がドラゴンボールじゃん、あれ。だけどさ、ドラゴンボールじゃんと思って告知見たんだけど、なんかよくわからんくて。クラコン？アイテム販売、テレビショッピングです。今日ご紹介するのは何でしょう。クラコンテレビショッピングね。あれでもストーリーよくわからんくてさ、見に行くか迷ったんだけど、ドラゴンボールっぽくて、でもよくわからんかったから、それならマイエレメントの方がいいかなと思って、今やってるディズニー映画マイエレメント。明日もなんか売るんかね、どうなんやろ、知らんけど。もう売るもんなくない？靴下売って、ござ売って、ハッピー売って、アクリル売って、 T シャツ湯飲み売って、次はなんだ、うちわか。こんばんは。そう、映画ね、マンション何それ、ね、商品販売じゃないんじゃない、普通にゲームとかするんじゃないかな。またさすがにもう夏終わったしさ。なんか負けないでがずっと頭の中で流れてる。サイン入り何、くだらないゲーム。ゆきりか水って感じがする。マジ？こんばんは。金魚ありがとうございます。金魚金魚金魚。サライは流れんね、負けないで。トゥーツツトゥーツツトゥーツトゥーツトゥーツ。24時間テレビ引っ張ってるわ。こんばんは。引きずってる、引きずり引きずり。もしかして渋谷で負けないでやるのって、全員で歌唱。ダンスないじゃん、あれいいね、みんなで最後のあのエンディングみたいに、24時間テレビのエンディングみたいに、負けないでみんなで抽選で当たったファンの方はマラソンで来なきゃいけない会場に。マラソンプランっていうのを申し込める。でもメンバーが応援してくれるじゃん逆にお金払って申し込むっていうね。マラソンプラン、でも全員が歌ってくれる、最後舞台上に上がれるっていう。そうそう、
いいじゃん。こんばんは。負けないでカラオケで歌ったことないんかな、どうだろう。ないかもしれんな。いや、並走とかはない、一緒に走ったりはない。俺たち世代ならみんな歌ってるはずね。なんか昔父さんの車で流れてたよ。昔お父さんの車で聞いてた。ももちゃん風邪、安否土、安否土。カラオケで昔の曲が歌うんかな。あんま歌わんかもしれん。カラオケは流行りの曲を歌いがち。逆に流行り、昔よりも流行り歌うな。え、でもお父さんのイチオシは違いますよ。イチオシの歌詞、ワイの父さんあいみょん流してる。若いね。まさやんさん花火ありがとうございます。海ぶたさん、まうさんありがとうございます。お父さん森高さんが好き。流行りはどこで知ることが多いって、SNS とかテレビとか。流行りの曲はまあ、でもサブスクとか音楽の、まあね、なんか生活してたら聞く。流行りに乗りたいですかって。でも結構ね、流行りに乗りたいとか思ってないんですけど、流行りを追うタイプなんですよ。無意識に流行りを最先端行ってるタイプ。意外と割と早めに流行に乗るタイプ。乗り遅れたらも乗らない。なんか便乗してるみたいで。その例が鬼滅とか。鬼滅は最初からかじってなかったから、もう乗り遅れて見てないんですよ。なんかみんなに合わせてるみたいで嫌だから。大体は早めに。新しい学校のリーダーズめっちゃ先だったよ。私ショールームで前にさ話したじゃん。 TikTok 見てたら面白い4人組見つけたって。このツインテールマウス
あん時さ、全然フォロワーいなかったのにさ、今もう世界でバズってるからね。やばいよ。ツインテール回してる面白い4人組がいたんですよって。それが新しい学校のリーダーズ。TikTok 始めたての時に見つけて。でも実際ね、生で見たことあるんですよ、新しい学校のリーダーズさんは。なんかのイベントで。でもその頃もうまだ世界的には今ほどじゃなかったから、知ってる人少なくて。あ、そうそう、超10代だ。そう、楽屋近くて、新しい学校のリーダーズさんのじゃんと思って。とかあのさんとか。そう、超10代が2年前ぐらいやけんさ、その頃まだそんなだったじゃん。今に比べたら。あのさんも、あのさん今めっちゃさ出てるけど、あのさんとリーダーズさんが楽屋近くて。あのさん今やばいよね、いつも出てる。24時間テレビも出てた、あのちゃん。ね、チェンソーマンくらいかな、確かにめっちゃバズった。チェンソーマン、そうよね。でマックの CM。 マサボーさん、花火ありがとうございます。あのちゃん、あのちゃん面白いもんね。あのさんとあの粗品さんの掛け合いが好き。二人の絡み。粗品さん。シンプルでつけてるからコンタクトが乾燥する。目の中、目の中が乾燥する。さんハートありがとうございます。みがアディダス好き、アディダス好きな人多いよ。アディダスみんな好きじゃない？私が好きなアディダスはこっちの方です。チューリップみたいな形の。2種類あるじゃんアディダスって。三角形のやつとなんかこういうやつ。チューリップっぽくなかったっけ？どんなんだったっけ？こんなイメージだけど。チューリップっぽい。三角じゃない方、ピラミッドみたいなんじゃない方。
そっちです。オリンキー寺に、オリンキー三角のやつ、なんか帽子かぶってるやつ、顔があって、それは違う。紫っぽいパッケージの顔がついてて帽子かぶってるやつ、あれ食べたことないな。最近ありますって、わかんない。え、昔のお菓子なの？逆に調べてみよう。え、見かける見かける、紫のやつ、合ってるわ。想像、私が想像してたやつと合ってる。食べたことないな。何味？コーン、あっさりコーン、これコンビニにあるの？コンビニにはない？薬局？なんか美味しそう。サクサク三角あっさりコーン、なんかこの前買ったさ、あのトッポみたいな、トッポじゃない、プリッツみたいなお菓子、コーン味の、あれが美味しかったからさ、コーン味のお菓子って美味しいんやなって。え、けんコーン味のお菓子好きになりました。帽子かぶっとるやつ、ね、いや そのイメージがあった。三角のお菓子って言われて、帽子かぶっとるあのキャラクターが頭に浮かび上がっていた。紫の指差しとるやつ。あ、とんがりコーン美味しいね。コーン味のお菓子って美味しいよね。とんがりコーンはでもあんまコーン感ない。コーンの味せんかも。とんがりコーン、ポテロング、ポテロング好きだよ。長くてちょっと太めのカスカスしたやつ、スカスカカスカスしたやつ。ヤイアンつけ棒食べたことあるよ、もちろん。チョコつけて食べるやつ。ポテロング美味しい。なんかめっちゃでもカスカスしてない？カスってかね、スカッカ、どっちでもいいや。スカンってしてる、スカッて、スカッスカッ。うまい棒何味が好きって？うん、コーンポタージュ。一周回ってコーンポタージュ。明太が好きやった時期とかもあったけど、今はコーンポタージュ。最近食べてないな、うまい棒。
うまーい。いや、コーンのお菓子が美味しいんですよ。サラダ、サラダ、サラダ味。シュガーラスク味、へえ。ダイソーでうまい棒、ダイソーでうまい棒を買うときは10本買うってこと？10個選んでくださいみたいな。それとも10個パック。こんばんは。あ、10本選べるんだ。へえ。カタカナでスナックは欲しいになる。厳しいね。シュガーラスク、そんなんあるんだ。甘い系ね。ダイソーで、ダイソーにあったかな、マイボーとか。よいしょっと。このソファーの隙間が気になる、この。よいしょ。スナック。スナックリカです。こちら。足伸ばしたな。納豆？普通の？納豆食べたことあるって普通の？普通のあるよ。納豆味のな、うまい棒はないけど。普通の納豆ならあるよ。中瀬さん、ハートありがとうございます。無印のラスクがうまい。マジでもラスクって美味しいよね。私は愛媛の塩ラスクが好きです。愛媛のお菓子。スナックアイコ、なんか名前からねぽいもん。まるまる子っていうのもぽいし、愛がついてもぽいし、愛子ぽいぽいぽい。うまいような納豆味は食べたことないな。へえ。グループホーム、何それ。バームクーヘン。パン屋さん、パン屋さんね、髪ツルツルですよ。ツルツルツヤツヤ。いや扇風機消そうかな。目が乾くかな。よいしょ、消した。頭ツルツル。最近は無人のパン屋さんとかもできたよね。なんか無人のさあ、お店増えたよね。愛媛もやし広島もやけど、無人のなんか韓国料理屋さんとか、無人のパン屋さん冷凍のとか、無人の古着屋さんとか、無人のお店がめっちゃ増えてる。こんばんは。24時間営業の無人販売店。あ、治安全然大丈夫。そう、無人の韓国料理ない？広島も愛媛もあるよ。なんか冷凍なんですけど、キンパとかユッケとか売ってるの。ユッケとか韓国アイスとかなんかいっぱい売ってて、そう
それの最近パンバージョンとかもできて、そう、冷凍の、あ、治安悪いからない？都会に。え、治安いい、全然あんま人入ってない。夜にたまに入ってるけど、防犯カメラもありますしね。最近はそれのパン屋さんとかができて、冷凍のやつ、焼き上げるやつ買って帰って、オーブンでやると出来たてのクロワッサンができますみたいな。パン生地でクロワッサン作られてるやつ、200円とかで、焼き上げる前の姿で売ってるの。それを買って帰ってオーブンすれば完成。メロンパンとか塩パンとかあった。そう、私のオーブンはね、威力強いんでね、一瞬で焦げるから。あ、でも家で焼かんくても、その無人販売所にオーブントースターもあって、ご自由にどうぞみたいな。やけん家にオーブントースターなくても焼いて帰れば問題ない。普通のパン、そこで、まあそこで焼いて帰やね、電気代もいらんけんさ。焼いて帰って、セルフ。ね、美味しいよ。そうよね、いつか買ってみよう。最近無人販売所増えたって思ったけど、広島とかだけか。広島だけなのか。なんか無人の古着売ってるところもあったよ。なんか緑の値札は何円ですとか書かれてあって、その金額を払って商品を持って帰る、ね、値段貼られてあって、その値段をあのレジで自分で売って入れてみたいな、ピッてして。餃子、あ、餃子はねあるね、昔から。そう、最近増えてきてる。でも無人の古着屋、この前ニュースになってたよ。無人の古着屋でお金払わずに持って帰ってる人がいるっていうニュース。日本だったっけな、あれ。日本か。ミキアクハート、ありがとうございます。だから古着屋、無人古着屋結構あるんですよ。日本か日本じゃないか分からんな。でも防犯カメラあるから、あ、ミヤネ屋でやってた、あれ日本？どうなんだろう。しかも何回かにかけて大量に持っていったらしくて、14万円分ぐらい大量に古着だけで。でもカメラがあるからそうやって捕まるんですよ。捕まってた。だから治安いいです。そう、店員のふりして、そうそう、見た？あのニュース。両替機がなくて困ることがある。うーん、でも最近はねペイも使えますからね。ペイ、
そうそう、でもまあ結局防犯カメラがあるんで捕まるよーということで治安はいいです。ペイ現金オンリーじゃない、なんか QR コード置いてあってペイもできたりする。まあ場所によるけど、しかもたまに安売りもしてるんですよ。韓国アイス半額とか一回買ったな。でもね、現金置きっぱなしじゃないんですよ、レジなの。レジが置いてあって、レジが置いてあって、なんかもうビーって入っていくやつ、レジ自分でピッてしてお金入れてレジに吸い込まれるタイプで、お釣りがチャラチャラって出てくるタイプ、自動で、そういうレジです。そう、現金派ペイ派って、私でも両方ですね。ペイの方結構使うんですけど、まあ、ペイどっちもどっち。そう、無人レジも置いてある。さすがにね、さすがにお金置きっぱは治安悪そう。ちゃんとレジがある、さすがにね。田舎のさ、畑の無人販売ならさ、お金置きっぱやけどさ、さすがにそういう無人ちゃんとしたやつはレジがある。下北の生写真ペイペイペイ、紙にはお金置くシステムじゃないよ、さすがに。それは田舎のあれじゃん、野菜販売じゃん、無人の。そんなことない、額も額だから、ユッケとか肉とか売ってるから、ちゃんとレジが置いてある。お金取れない、鍵ないと。で、無人の野菜のやつは現金を入れるだけだから、あれは危ないけど。自分に話そうとしてた。無人野菜販売は減ったよ最近。なんかずっと愛媛で無人販売の野菜してた、小さい頃からいつもあるなって思ってたところがなくなってて、なくなってるって思った最近。昔からあった無人販売の畑のなくなってて、なくなってるって思った。野菜のあの田舎にある無人販売って安いもんね、スーパーよりも。なんか新鮮で安いイメージ、100円とか、お芋100円とか、キャベツ100円、大体100円とかで何でも野菜手に入る。みかん、みかんとか売ってるよ愛媛だからね。無人野菜の無人販売なくなってきてる、美味しい野菜食べれるのに。こんばんは。バケツ玉ねぎ500円、まあそんなもんよね。結構安いイメージあるよ。お芋とか3個4個入ったパックで100円、150円とか、みかんも5、6個入った1パック100円とか、それぐらいのレベル。
菜の無人販売って。こんばんは。ね、安いから。芋とかもパックで売って100円150円とか、そのスーパーより安いですね。無人販売とか将来してみたいな。家の将来老後とかにさ、老後仕事を終えて野菜を作って、通り道とかに置いといて、でまあ老後だから仕事してないからさ、防犯カメラとか見ながらお金いらなかった人を追いかけるっていう。今お金いらなかったよねっていう、そこまでの意識の中で。無人販売、無人販売いいよね。野菜って大体多いもんね。なんか畑で作ったら野菜ってなんか一家族で食べる分よりも絶対多いんですよ。この前実家にいた時、段ボール1杯分に玉ねぎがあって、そう、それはご近所さんからもらったやつなんですけども、段ボールいっぱいの玉ねぎがあって、絶対こんな使わんじゃんっていう。ね、だからそういう玉ねぎをまとめて販売。もらったっていうかね、でも敷地を貸してるんですよ。だからどっちもどっちですよ。敷地貸してるところのできた野菜を、作ったやつをくれる。だから転売、まあでも作ってはないもんな、それは。ある程度収入あったら確定申告は必須です。野菜の無人販売で。そう、土地の貸し出しのお金は取ってないけど、そこで植えたやつをくれたりするんですよ。それで玉ねぎがめっちゃあって、もうおじいちゃんとかね、もうおじいちゃんだから畑もそんなしないから使っていいよみたいな、空いてるところ。ね、もうしなくなってきたらさ、畑。近所の人と喋ったりはあんましないね。タイミングよく近所の人が出てる時ってないじゃん。まあ使わないと荒れちゃう。そうなんよ。やけんね、メンテナンスもまあやってくれると思ったらね、その草抜きね。まあそうなんですよね。駐車場にして、
駐車場にしようかな、どうしようかなとか言うて、そんなプライベートな。何しようかな、ゆきりカフェでも作ろうかな。アパートとかマンションね、そんなでもそんな大金は。確かに田舎に駐車場はね、作っても意味ない。マジでパーキングとか、パーキング止めていくようなとこないし、大体のお店は駐車場あるし、無料で止めれる駐車場があるけどさ、その店にパーキングは需要ない。こんばんは。そう、ゆきりカフェ、まあカフェもね、愛媛だから。どこに建てたら意味ないじゃん、その敷地の有効活用なのに。どっちか、アパート、アパートももうあんま需要ないよ、そんな人いないからさ。まあ老後は畑しようかな、逆に一周回って。無人販売、流行りのジムしますかって。ジム作ろうかな、確かに器具揃えたらね、確かに器具揃えて、愛媛の人ジム行くかな。マッチョの人、愛媛でもね、チョコザップないんですよ、あんまり。松山に3店舗ぐらい、マジで少ないです、チョコザップ。気軽に行けない、車とかいるレベルの、少ない、マジで。まだに大きいのあるよね。でも松山とかに3店舗ぐらいしかないんですよ、愛媛まだ。だからね、まだそんな。広島はマジでめちゃくちゃあるんです、市内。町の方を歩いただけでも4つぐらいあるからね、もっとある。本通りのあの汁なし担々麺じゃないわ、
油そば屋の上とかにもできてる。油そば屋の上、本通りにもあるし、めっちゃあるんですよ。めっちゃ見かける最近。ここにもあるの、ここにもあるの。しかも本通りでチョコザップのお兄さんたちがティッシュ配りしてる。事務所はまだ寄ってないよ。事務所に行く用事ないもん、まだ。最寄り駅にチョコザップできた。じゃあそれは通わんといかんね。最寄りにできたら通わなきゃ。レッスンしてる今使ってほしかった。言うてレッスン3日しかないよ。言うてレッスンしてる今言うてもあと2日。でも言われたよ今日さやかりに、これプレゼントでもらったでしょって。さやかり、いやでも自分で買ったよって。これ私自分で買ったんですけど、さやかりはトラさんからこれをもらったらしくて、え、それもらったでしょって言われて、いやこれは自分で買ったけどさやかりにはもらったんでしょっていう話をしました。私は自分で買った。そう、ま、分かってる。そうそうそう言ってたじゃん。なんかゆきりかに、あ、なんかゆきりか持ってそうだから違う人に送ったみたいな。じゃけんツイートを見てあ、さやかりにあげたんやなと思って。私は知ってたから。そう、あ、さやかりはもらったらしいよねみたいな。そうそうそう、私は知ってたから。私は自分で買った。お揃いなの。あ、知ってたから自分で買ったんじゃないよ。先に自分が買って知った。え、それナイスクラップのでしょって言われて、なんか買ったけど被ってそうだから違う人にあげたよみたいな来たじゃん。私は知らずに買って。そうそう、さすがに知ってたら買わないよ。先に知ってたら買わないよ。知らずに買った。可愛いと思って知らずに自分で買いました。そしたら被ってた。そう、さすがに先に知っては買わないか。同じになるんだったら。普通に私は可愛いと思って買ったの。そしたらそう言われてかぶってたっていうだけ。ご飯は誘ってないね。わかんないや。こんばんは。え、逆にぴゃちゃんザラ着たいのかな。イメージないけど。でもザラね、近くにないんですよ。広島、愛媛にもないし。愛媛にあったんですけど潰れて、大街道に。広島でいう本通りみたいな松山の大街道にあったんですけどなくなって。ザラはね、どこ
ないんですよ。あんま見かけんざら。そう、原点街なくなったんですよ。でもそれ、そうあったんですよ。だから松山にザラあってさ、都会やなーって思いやったらなくなった気がする。ジブリの絵描いてるとこの、まあちょっと遠いけど、その通りではあります。もう大街道もね、ほとんどシャッターになってしまってますよ。大街道っていうのはね、広島の本通りみたいな感じの栄えてる商店街なんですけど、一応もうシャッターだらけですよ。そのジブリの絵が描いてあったところももともとショッピングモールで、なんかいろいろ店入ってたんです。服屋とか、まあいろいろ上の方とかも。けど今はそのシャッターになってしまって、でもシャッター、ただのシャッターじゃなくてジブリの絵を描いてる。もう賑やかな印象あった。マジほぼカラオケしかないよ、大街道。マジでカラオケばっかり。カラオケは全集合って感じ。マネキとかもなんかジョイサウンドとかカラオケ館とか全部ある。もう歩くたんびにカラオケとパチンコですね、両方しかない。マジカラオケカラオケ。まあ大学生の街なんでね、カラオケが売れるんでしょうけど、まず大街道の入り口にカラオケあるんです。ボーリングカラオケっていう、あの全国的なやつじゃなくて愛媛のボーリングカラオケあって、歩くたびにカラオケ屋さんある。右も左も。マジカラオケが栄えてる。で稀に和菓子屋さんとパン屋さんね。そうそう、マックの向かい、そうそう、マックの右斜め前の入り口はボーリングで、上はカラオケなんですよ。あれよく行ってたよ、カラオケ。あそこのマジでカラオケ。マック通り過ぎて、そう高島屋あって、でまたパチンコあって、またカラオケあって、で次またカラオケあってみたいな。でドンキ過ぎて、そうやね、ドンキ過ぎたらちょっと服屋さんある。ゲームセンターあって、ゲームセンターありのゲームセンター、映画あるかね。あ、三越や、高島屋じゃなくて三越がある。三越で横断歩道渡ったら、もうあっち側はシャッター街ですね。結構銀天街らへんは結構シャッター。こんばんは。
西条とかさ、今治とかもめっちゃシャッターなんですよ、商店街が。マジでどうにかならんのかな、もうシャッターのまんまなんかな、永遠。中凛沙さんのドラマのロケ地は横断歩道渡ったところらへん。ね、シャッターすぎてね、もう一回栄えてほしいけどね、もう無理なんだよね多分。もう一回栄えた商店街を。フレ服屋さん。でも私の小さい頃はギリまだちょっと栄えてたの。ちょっとだけ記憶にある。小さいゲームセンターがあったり、本屋さんがあったり。松山も結構ひどいよ、銀天街の方行ったら結構閉まってると。あのジブリの絵でごまかしてるじゃん、シャッター。あそこ結構大規模、トトロの絵と千と千尋の絵とジブリをねバーって描いてシャッターに、あれでもシャッターですから。そう、あそこ結構大きなショッピングモール。あ、ポニョもいるね。シャッター3、4枚分ぐらい大きな。でもあれすごいよね、なんでジブリ描いたんだろう。めっちゃ綺麗なんですよ。建て替え中できるんかね、もう一回。めっちゃ画質いい。そう、なんであれをあそこにやろうと思ったんだろうっていう。ちゃんとした企画、大規模大規模、めっちゃ大規模ですよ。もう私の身長にもでっかいシャッター、一面にジブリの絵が描かれてるの。めっちゃでっかいですよ、超でっかい。普通になんかジブリ店行った気分になれるぐらいの規模。コメ欄5人ぐらいで回してませんって。今ねマニアックな話してるからね、愛媛の、愛媛の銀天街のシャッターの話してるからね、ついてこれないよみんな。誰がわかるんじゃっちゅうね。こんな愛媛の銀天街のシャッターのジブリの絵の話してます。ついてこれるかな。ついてこれるかな。本当にでもなんかジブリ店行ったレベルで満足感あるジブリの絵。今度写真撮ろう。撮ったことあるけど。あ、混ざりたくてコメントしたの？僕も仲間に入れてって。6人目何春や。果物ジュース屋の話。ああみかんとかの。え、写真あるんだけどね、携帯の中だから見せれないんだ。え、あるかな、消したかもしれんな。どうだろう、結構昔なんですよね、写真撮ったのは。そこでないかもしれん。もう一回撮るわ。また iPad にはないんだよね。本屋もなくなる、マジ？
知らん、どこの本屋？銀天街の春屋。ああ、へえ、そうなんだ。蒸しパン？蒸しパン屋さんあったっけ、そんなの。こんばんは。わからんな、蒸しパンは。蒸しパン好きだよ、私。レーズン入った蒸しパン。蒸しパン好きです。蒸しパンってでも最近あんま売ってないよね。どこで手に入れたらいいんだろうって感じ。あの蒸しパン、レーズン入った蒸しパン、ふわふわした。あ、ローケンまんじゅうのこと言ってる。おー、それならわかるかも。ローケンまんじゅうのこと言ってるのかい。丸い小豆じゃないですね、私。レーズン派です。レーズン入った蒸しパンが好き。鬼まんじゅう知らない。キツネさん、タコありがとうございます。蒸しパンはでも近くのイメージ。蒸しパンで思い出したけど、なんか愛媛のどっかの駅で食べた三つ駅かな、味噌のパン思い出した。味噌蒸しパン、なんか紹介したよね。知ってるかな、紹介してないんかな。なんか勝手に紹介したって思ってる、パン情報で。味噌蒸しパンみたいな、なんかそこの名物らしくて。知ってた？え、意外と美味しかったんですよ。私味噌あんま好きじゃなくて、味噌汁は大好きなんですけど、味噌なんとかみたいな、味噌ラーメンとか味噌カツとか苦手なんですけど、だからまあネタのためにと思って買ったんです。別になんか食べたいとかじゃなくて。 そしたら美味しかったっていうね、衝撃だったので記憶にあります。そう、味噌の蒸しパン。味噌苦手なんですよ。あの味噌汁とかは好きなんですけどね。味噌もザ・味噌っていうのが苦手。味噌カツってザ・味噌乗ってるじゃん。味噌がドーンって濃いやつ、濃いの苦手。お味噌汁は薄めじゃん、なんか味噌感、そんな、なんかもう味噌のソースみたいなのが苦手。いや、味噌汁はいけます。ラーメンの味噌もちょっとだけ苦手。え、でもあれですよ、毎回名古屋にお仕事で行ったら私味噌カツ食べてます、新幹線で。え、なんか言った？後ろの。あ、栗まんじゅうですか。そう、栗まんじゅうです。栗まんじゅう派です。本気の味の味噌カツ紹介したい。え、でも新幹線で食べてるよ毎回、あの2000円ぐらいするやつ。あのウルトラマンとコラボしてたいいやつ、なんとかなんとかの2000円ぐらいのお弁当、毎回あれ食べてるから。で、ちょっと最後の方味噌をいけん、味噌を落として食べる。味噌、味噌かける方がいいかなとか思いながら。味噌かけるタイプなんですよ。え、いいやつだって2000円のさ、駅弁ってさ結構いいやつじゃない。だいたい1000円ぐらいじゃん、2000円ぐらいからさ、味噌カツの弁当って。え、そう、私駅弁食べるタイプなんです。あのこの前のツアーでもさ、
いたじゃん、私のファンの方。ツアーやったっけあれ、なんか駅で遭遇したやつ、ツアーかな。みんなお菓子のお土産見に行ってる中、一人で駅弁買ってたから、私だけ。あれツアーやったっけ、お話し会やったっけ。見られてたと思ったけど見られてなかった。あ、ツアーの日だね、あれ。ツアーの日。みんなお菓子を見に行ってるな。私は駅弁とさ、お菓子コーナー別であるじゃん、あそこ。神戸って。なんか、まあ、タクシー売り場から入ってきたら、右に駅弁屋さんがあって、左にお菓子、お土産売り場があって、私だけ弁当買ってた。絶対食べたい派なんですよ。だから味噌カツも食べてます。でもあの時はね、夜遅くて売り切れてて、そう、でもお肉のやつ食べた。お肉のお弁当。そう、その土地の弁当を食べながら新幹線で帰りたい派なんです。そう、まあご飯冷たいんだけどね、そういう弁当って。ご飯冷たいんですけど、まあ美味しいんですよね。東京はね、なんかよくわからんお弁当買ってる、適当に。神戸、広島だと、うん、神戸、広島も結構2時間ぐらいあるから、私10分ぐらいで食べるよ、お弁当。冷たくても美味しいお弁当を使ってる。ね。でもあのお味噌カツのカツ美味しい。あの、何？名古屋で買って帰る毎回。駅弁の味噌カツの、味噌カツ弁当のカツ美味しい。味噌付属でついてくるから、かけるか悩む。そう、ヤバトン、それヤバトンのカツ美味しい。コンビニの弁当さ、やだ、いつでも食べれるし、そこのご当地のを食べたい。ヤマトのカツ美味しかった。カツ、お店で食べようと思うと1時間並ぶ。普通に弁当も並んでたよ。お弁当も並んでる。そうだね、次東京やもんね。東京はなんだ？東京の弁当といえば何買ってるっけな、東京駅。あー、あれ、あれ買ってるや。全然ご当地とかではない駅弁を買ってる。牛タン弁当みたいな、東京駅のなんか駅弁を売ってるところの焼肉弁当みたいな牛タン弁当があるんですよ、横長の。あれを買ってます。ひよこ、ひよこシューマイ弁当、あれ東京やっけ。シューマイ弁当もね、あるよね。あれはどこだっけ。エビピラフとか売ってるところでしょ。あれどこだ。横浜か。ね、ピラフ売ってるよね。
横がどこかわからんくなるな。横浜、あれが横浜か。そうそう、チャーハンかピラフか。シュウマイ。漢字読めないな。私ピラス派、ピラフ派なんです。なんかチャーハン好きなんですけど、冷たいチャーハンと冷たいピラフやったら冷たいピラフの方が美味しそうじゃないっていう感じでピラフにしちゃう。なんか冷たいピラフ全然許せるじゃん。なんかチャーハンも好きなんですけど、あったかいチャーハンとあったかいピラフやったら、まああったかいチャーハン選ぶかもしれんけど、冷たいチャーハンと冷たいピラフなら冷たいピラフにしよっかなって思って。ピラフのおてもちゃんギフトありがとうございます。メイプルマニーって何？お菓子？え、チャーハンとピラフ違いますよ。なんかそうそう、パラッとしてないチャーハンの冷たい。なんか東京駅にさ、めっちゃ行列ができるさ、一個だけ大丸外まで並んでるさ、やつあるよね。毎回毎回外まで行列になってるお菓子、いつもなんか並んでる。なんやろうって思いながら、大丸の外まで列になってるんです。いや、鳩サブレ並んでない。鳩サブレは並んでない。マジでスムーズに買えてありがたい。ニューヨークキャラメルサンド、いつ見てもなんかもう大丸をはみ出るぐらいの列ができてるんですよ。なんか入り口の近くに何並んどんやろうと。最近ピオリンを知った。まあ知らないよね。私は普通に生活してたらピオリン知らない。最近あのはじめ社長さんっていう YouTuber さんが、なんかガチャガチャの森、ガチャガチャコーナーにあるガチャガチャを全部回してみたっていう企画をやってて、ピオリンのガチャガチャが3種類ぐらいあったんですよ。まあ全部のガチャガチャを一気に回して家で全部開封するみたいな動画なんですけど、で、はじめ社長さんピオリンのことを、そう、何これひよこって紹介してて、あやけんピオリン知らんのやなと思って思いました。はい、次開封って、なんか全部一気に回して家で全部開封するっていう動画で、ここにバーンってガチャガチャこんだけ回してきましたって、一個ずつ開けていきますってやつで、ガチャ黄色いカエルじゃん黄色いひよこって言って紹介してて、3種類ぐらいあって、で茶色いひよこみたいな、ひよこかわいいみたいな言ってて、ピオリンの存在は知らんのやなと思って。カエルじゃないわ、ひよこ、黄色いひよこ、あ、黄色いひよこ、黄色いカエルか。ピオリン3種類ぐらいあって、えー何これ、こんなのあるんだね、なんかひよこの、そう、キーホルダーとか言って紹介してたから、ピオリン知らんのかって思ったけど、確かにって、私がでもこの活動してるからさ、そのご当地のさお土産とか愛知行ったりするからさ、ピオリンはって言われて、
ピオリン認知してるけど、普通に生活してたら知らんよなって思って、そうそう思ったんです、改めて。いや、ピオリン知らんのかいって思ったけど、いや知らんかと思って、普通そう思った最近っていう話、最近思ったんですよ。3日前ぐらいの動画でそれを見て、ピオリンもひよこって呼んでたから、あ、知らんのやなと思って。 YouTuber さん、トップ YouTuber さんですよ。でもまあ普通に知らんなと思って、普通にしてたら、愛知のそのさね、駅で買えるピオリンなんて知らないよなって。でも最近ガチャガチャにね、ピオリンよくいるんですよ。ガチャガチャよく見かけるピオリン、普通に広島とか愛媛とか。ね、全部のガチャガチャ回してみた、すごいよね。十数万ぐらいかかってたよ、はじめ社長の動画。ピオリン高速バス、へー、ちいかわ、まあ、ちいかわ知らんやろ。だ、私の弟もちいかわ知らなかったもん。おぱんちゅうさぎも知らないよ。まあ、ちいかわは私たちが、私たちっていうのはお母さん、あのちいかわちいかわ言うてるから最近知ってるけど、弟それがなかったら知らない。そう、300個ぐらい回してた、ガチャガチャ14万とかやったかな、300個、そんなにあったっけな。そう、パンチウサギ知らなかった。パンチウサギのなんとかって言ったけど、え？って言われた。え、シルバニアのくじやらないのって、ゆきりかわって誰かやってたの逆に、わーって。ね、土曜日発売のシルバニアくじでしょ。いや、なっちゃんやってないって言ってた。誰がやったの。ちょうど今日その話をしてて、なっちゃんと。でレッスン終わりにファミマ行ったらもうなかった。あんな一番くじ置かれてたであろうスペースが空いた棚あったから、全部売り切れたやなと思って。コンビニで入ってさ、すぐ左の棚にあるじゃん一番くじ。隅っこ暮らしは残ってたけど、その下がカラカラになってて、絶対ここにあったやんっていう。シルバニアファミリー、ファミマ限定です。でも26日発売だからね、今も人気なんて。でもなんか一番くじ可愛かったんですよ。そう、 A 賞がリンゴ、なんかリンゴの木のお家みたいなお家なんです。豪華、700円でお家手に入るシルバニアので、そのレアなシルバニアなんです。 B 賞とか C 賞とかも、蝶々の羽が生えた可愛いやつとか、そう
まあでも私はシルバニア通ってないんですよ。リカちゃん人形派だったんで、なんでシルバニアで遊んではないんですよ、小さい頃。だから別にそんな欲しいってわけじゃないけど、なんか流行ってるし、なんか当たり可愛いしぐらいの感覚で探した。別にそんな欲しいわけではない。 A 賞当たっては可愛いし、なんか上の方の賞 の人形も可愛くて、普通に可愛いなと思って。私はめっちゃプリキュア世代です。プリキュア初代の、プリキュア初代がちょうど小さい頃で、プリキュア、プリキュア世代ですね。こんばんは。初代は私結構大きかったですよ。そうだからちょうどですよ。2人はプリキュア見てたもん。2人はプリキュアが初代でしょ。あのあれが一番見てたから、ちょうど初代のプリキュアが一番ハマったやつ。ドレミ見てない。お邪魔女ドレミ？え、違う？あ、あっちのドレミ？魔法少女の方？そう、黒と白の。お邪魔女ドレミ？お邪魔女ドレミ？お邪魔女は世代じゃないかも。歌はわかるけど。セーラームーンは世代じゃないんですよね、ギリギリ。私よりちょっと上のお姉さんぐらいが世代なんかな。最近プリキュア見たらすごかった。もう数年見てないよプリキュア。今何プリキュアかも分かんない。プリキュア、プリキュア。初代の2人はプリキュア3年続いてるね。それが一番見たプリキュアだもん。3年続いてるからか、一番ハマったやつ。久々に見てみたらって、でもむずくない？何時にやってる？日曜の割と朝早いんよね。8時半とか9時とかやっけ。9時半？9時ぐらい。結構早いよね。子供の頃は普通に起きてたけど、今の日曜はもうそんな早く起きたくない。ネットフリ？え、8時半早いね、意外と。よく起きてた、子供の頃。8時半か、早いね。プリキュアね。ワンピース見てない。ワンピースさ、もう長いじゃん。途中から入れんくない？なんか長いじゃん、ずっと続いてる。昔は見てたよ、ワンピース。
昔は見てたよ。チョッパーが水色になったとこ、どこらへん？水色の帽子のチョッパー。魚人島、あの頃は見てたんですよ。誰やっけ、ピンクのあのめっちゃ可愛い、あ、そう、白星のとこらへんはちょうど見てた。あの時ワンピース好きでワンピース店も行ったんですよ。そう、白星、ワンピース店、バギー、もう今は全然わかんない。アイテム愛媛かも、松山の。私はチョッパーが好きでした、あの水色の帽子のね。ネットフリとかにさ、ワンピースあるけど、その白星とかが出てくるのは何話ぐらいになるんだろう。千何話とかじゃん、あるじゃん多分。まあまあ、誰かワンピース詳しい人いないのかね。そう、アニメもさ1000ぐらいありそうじゃない。だから1から見ようと思ったら長いけんさ、まあその人魚のとこら辺は見てたから、その続きぐらいから。883？ 白星らへん。単行本読んでない、だってめっちゃあるじゃん。じゃあ意外と進んでないんだね。800、1064話まであるわ、ネットフリ。あー、500ぐらいがその私が見てた世代か。じゃあ半分進んでるんか。今1000やけん半分も経ったのか、あれから。怖、でもネットフリでさ、弟がなんかワンピースを1から今見てる、ハマってるって、あの高校3年生の時に言ってて、高3の時に受験終わった後ぐらいに言ってて、でも結局37で終わってるわ。視聴コンテンツ履歴見たら、最近続かんのんですよ、1000まで。ワンピース面白くてハマってて今見てるって言ってて、37までしか見てない。1064分のシーズン37で終わってる。そっからやめてるわ。体力いるよ。37見てるだけですごいけどね。1個何分あるか知らんけど。30分か。まあ、17時間ぐらい。もうちょい。18、19、18時間ぐらい。結構見てるね、18時間と思ったら。じゃけん1000見ようって思ったら長いの。17時間ぐらい見て30何部しか進んでない。1000までさ、1000むずくない？
じゃけん、その私が見てた白星のとこらへんからやな、見るとしたら。ね。1067も30分見れないよ。iPad 電卓機能ないわ。電卓あったあった。粗品さんもマジ粗品さんもしてたね。私もそれ計算しようとした。30分かける1065は25分で計算したらいいんか。25×1065、1101001000002万6625分、26000、まあ700にするか。26700÷60は445時間。445時間。445÷24。一日中見続けたらでも19日ぐらいで見終わるって思ったら意外とすぐ、あでも一日中見続けたらね、24時間、そんなの無理だから、まあ一日12時間だけ見ようとしたらこれの2倍だから40日ぐらい。あでも私起きてる時間12時間ぐらいなんで、起きてる時間ずっと見てたらまあ40日で終わるわって思ったら普通だな。え、暇な日にずっと流してたらまあ2ヶ月あれば余裕ですね。40、思ったよりやったわ、12時間見ればね。でも1日6時間にしたらまたその半分になるから80日でしょ。6時間見るだけでも80日で終わる。3時間やとまたその倍。意外とまあ半年ぐらい、数ヶ月で終わるね。3時間しか見んくても意外とね、意外とだよね。1日3時間でもまあ160日とか。そう思ったらさね、1日3時間でいいならさ160日あれば、1日3時間ぐらいならって思ったら意外といけちゃうね。まあ見ないですけどね、そう毎日日を明けたらまあ結構かかる。漫画私読むの早いから漫画やともっと早いと思う。一冊をもう10分15分って読むんで。もっと早い。あ、でもそんなもんか。アニメの半分ぐらいの時間では見えるかな、一冊。あ、見ないよ。もう見ないけど。意外と、まあ、困難ではないということが分かった。1日3時間ぐらいをまあ半年ぐらい続ければぼちぼち、毎日じゃなくても1日3時間で6見れるからね。6は進むからね。ドラゴンボールはほぼ見てる。ドラゴンボール派なんですよ、絵が、イラスト。私イラストから入るんですよ、なんか漫画とかアニメとか。1日3時間ワンピース、ね、
ワンピースボケとか配信に入れてくるかもしれん、その頃には誰にも伝わらないような〇〇かって一人で突っ込んでるかもしれん。ドラゴンボールの絵は好きです。え、ドラゴンボール楽しいじゃん。ドラゴンボールめっちゃ好きで何回も見たよ。え、ドラゴンボールでもさ、サブスクになくない？ネットフリになくない？あるんかな。ワンピースはあるんやけど、いや、ドラクエはやってないね。ドラゴンボールの絵が好きなんです。ないね。なんでドラゴンボールはないんだろう。アマプラかな。ないですわ。映画はあるけど、ドラゴンボールの絵めっちゃ綺麗じゃん。この超わかりやすくて綺麗な絵、ハロー、ハロー、DMMTV 入ってないや。ドラゴンボールの映画そろそろ来んかな。また数年に1回ある。数年に1回コナンの映画も楽しみやな。毎年4月にある。そう、綺麗やけど細かすぎない。そうそうそう、なんや、なんか綺麗にね、なんか悟空とかも結構単純じゃん、なんかイラスト、顔自身、顔、髪とかなんか綺麗なんですよね、背景とか騒がしくないし。逆にいい意味でワンピースは騒がしいじゃん、イラスト、いい意味でね。それはワンピースの良さなんですけど、めっちゃ激しくない？イラスト、もう登場人物もそのものも結構激しいし、線が多いんかな。そうそう、激しめ。激しい。枝塗り面倒。どういうこと？そう、ワンピースのね、絵のタッチ、そうなんよね。まあ好き嫌い分かれるよね。やけん、ドラゴンボールのが嫌っていう人もいるじゃん、絵が。だから、ドラゴンボールとワンピースは絵の感じはなんか違うんですよ。反対なんです。あ、ナルトはでもまあまあドラゴンボールよりじゃない、どちらかといえば。イラストの感じ、どちらかといえばね。まだワンピースめちゃめちゃ激しいんですよね。なんかなんでだろう、ハゲハゲの実。
でもドラゴンボールはその結構単純な感じで騒がしくないけど、なんかしっかりしてる登場人物も見た目。アニメになると話が終わらん。アニメ知らん。私もでもアニメあんまりそんなではないですけど、アニメオタクっていうほどではないから全然。何の実が欲しいってわかんないんだよね、あんまり。ワンピース適当に作っていいってこと。何の実、何の実があるの逆に。あのルフィの手が伸びるやつぐらいしか知らないんだけど、ゴムゴムのゴム人間みたいになるやつ、それしか知らないんだけど、ゴムゴムしか知らない。空飛べるやつ、なんだろう、飛べ飛べの実。適当に言ったら大体ある。じゃあ飛べ飛べの実どう。ある？マジ？そんなあるの？あるんだ、適当に言ったのに。すごい。しかも飛び飛びじゃなくて飛べ飛べ。ふざふざの実。飛び飛びがあるの？どっちだろう。ぷかぷか。とびとびの実。ちょっとわからんな。ジェネレーションギャップやな。さっきからなんかボケてくれてるけど。ひえひえの実。熱々の実。ぬくぬくの実。こんばんは。熱々あるんだ。冷え冷えは。冷え冷えの実あるんだ。へえ、なんでもあるんだね。本当に。ぬくぬくはじゃあないか、熱々があるけん。ぬくもりの熱々ならぬぬくぬく。ないか。それを手に入れたらぬくもりを感じれるよっていう身です。ぬくもりを感じれる身。ないか。ないじゃないかい。なんかぬくもりとかが欲しいとき。なかなかないの出せる人おらん。そうね、結構あるって言ったもんね。何種類ぐらいあるんだろう。いや、ぬくもりは求めてないよ。なんかありそうなやつを言っただけ。メロメロ、それはありそうだわ。
目がハートになりそう。メロメロ。ハンコックってね、ハンコックって誰だっけ。ハンコック、いやだ、ワンピースのコスプレってもうほぼ水着じゃん、あれ。女性陣ナミとかも、え、服になれる、服服、え、まだなんかぬくぬくの方がありそうじゃない、それなら。服服があるんだ。じゃあ靴靴は、靴になれる。ハンコック誰だっけな。そう、靴になれる身です。私が思い浮かべてる黒髪の人かな、ハンコックって。なんかめっちゃゴキゴキゴキ言う、骨が。ああ、この方か、やっぱ合ってるやん。できないよこんなコスプレは。出てるよ全部。なんかサンジがメロメロになってるイメージ。サンジ、メロメロ。今ワンピースの一番くじもあるよね。なんか TikTok で流れてきた、 A 賞がかっこいいルフィのフィギュアみたいな。めっちゃ骨が鳴るんだけど大丈夫そう。メロメロ。おきく、なんかおばあちゃんっぽい名前。おきくさんじゃん。調べるか。一番くじでタオル当ててた、外れやん、外れやん。おきくさんじゃないわ、おきくね、ポキポキの実。死亡って出てくるんだけど、やられたの？え？え、ワンピースってつけたけど出てきたんだけど、これって合ってる？なんか銃持った昔の江戸時代の髪型してる。え、これ？あれ固まった。あ、違う？これが出てくるんだけど。あ、脂肪って調べてるからか。え、ワン、大きくワンピースってで、あの打ったら脂肪って出てくるんですよ、一番上に。だからそれタップしてるわ。脂肪で調べてるわ。やけんか。ああ、出てきた出てきた。かわいいかわいい。え、脂肪って調べたら違うって出てくる。そう、一番上をタップして脂肪で調べてたわ。だから、いや、敵にやられたんかな、あの。
あ、これなら可愛いわ。あれかと思った。調べてみて、大きくワンピース脂肪って調べたら、そう、これが出てくるの。これだからこれと思って、えっと思って、これに似てるって言われてるって思って、そう、これほら見て、この顔、私これって思ってさ、褒めてなくないみたいな、ディスってないみたいな、こんなこんな顔の、これが出てきたの。そう、上の脂肪ってやつをタップしてたわ、出てきたやろ。やけんさ、刀銃をさ、こうやって構えてさ、こんなさ、パってさ、眉毛上がったさ、やつに似てるって言われてるのかと思った。そう、予測機能の方タップしてた、無意識に。これね、これは可愛いわ。なんかあの後に見たからっていうのもあって余計に可愛く見える。可愛い。あれかと思った。じゃあ男女読みます。13位ミニマロンさん、12位ボルダーアグリさん、11位マサヤンさん、10位とっちゃん、9位ミキヤくん、8位 MM さん、7位コーヒーさん、6位マサさん、5位理化学研究所さん、4位ヤスルパンさん、3位ヤスベーさん、2位坂道 FC さん、1位ウドムさん、ありがとうございました。え、男なの？弟？めっちゃ可愛いじゃん。あれで男なの？かわいい。中地さん、ハートありがとうございます。ってことで終わります。ぬくぬくのみ、ぬくもりを感じれるぬくぬくのみです。おやすみなさーい。必殺技？必殺技って何？おやすみなさーん。あ、ぬくもりインク、え、かわいい、そんなの。じゃあ、ぬくもりの塊、ほいです。全然かわいくない。